どうも、モコです。ね、一応その YouTube での没動画集的なのをね、続編を上げていこうかなと。いや、なんか正直なんつうのかな。まあ、なかなかそのやっぱ試合やってて勝てない、負けが込む時ってあって、このなんかペンドラやら、カイロスやら使ってる時ってまさにその時で、この試合は、まあ、コノハさんとの対戦なんですけども、まあ、これはね、でも結構意外とまあ俺の中ではうまくいっとったんちゃうかなっていう試合ではありましたけど、まあ見ていきましょうか。はい。で、まあ私は先方にですね、まあ一応ペンドラをね、これもう飛ばしつつやっていくわ。いちいちこれなんていうかな、もう完全再生せずにさ、飛ばしつつやっていこうかなと思ってる。まあ相手ギャラドス来て、ペンドラ出すと。で、威嚇で下がって、これもともとバトン、前手出したから威嚇で下がんねんけど、まずもう、先、初手は、身代わり張りましたと。で、あえて氷の牙で、なんだここ外すんですね、相手がね。めっちゃ運がいいと。95% の技を、初手でかわしていって、で、まあ加速を無償で、かけていく。まあ、ただなんか多分ギャラドスの、牙外したのを見て、する前を追ったんですよ。で、こいつがな、ちょっと待って、もうちょっと飛ばしてみようか。もうちょっと飛ばすぞ。あえてだからどうしようもなくなって引っ込めてきて、出したのがまあ受けたサーナイト。サーナイトのもう弱点ガラッと変わったもんな。虫と悪が共にまあ当番になっちゃったっていう。すごいやりにくくなったこいつは。サーナイトはマジやりにくくなったこいつ、ほんまに。ハイパーボイス打ってほしいし。ただ相手のまあサーナイトってやっぱ基本エスパー技とフェアリー技発音入れんのかな。たまになんか僕もフェアリーしか持ってないやつもなんかたまに見かけんねんね。まあええや。でまあちょっと飛ばしつつ、あ、これバトン打ったんですね、俺が。バトン打って、こうやって鴨ネギに変えるわけですよ。鴨ネギに。で、相手がまあもちろん道連れをここで打ってくるのが意外と予想外やってね。加速トレスされてるからな、きつかった。で、ここで、とりあえずまあ、その一発で倒すのもやっぱ密であるから嫌やと思ってフェイントか打ったと。まあ、相手がそういうなんか攻撃をしてこないことを呼んでもう技を打ってくるのを呼んで、さらに呼んでブレイブワードってのもあるんやってんけど、ちょっとここはまあ相手が道連れも連打という思考停止で来とったから、まあ、オッケーですわ。もう一発フェイントやったかな。多分フェイント打った。多分フェイント打ったよ、こうやって。うん。もう好きだ。次のちょっと駆け引き、次の駆け引きが結構難しかった俺の中では。このジャッジの判定回数でわずかに俺が勝利してるっていう、逆に言ったらもうそれぐらいしか勝ってるとこがなかった、あと全部負けてるっていう。でまあフェイント安定やな思ってフェイント打ったんですよ。で相手がオーボン発動っていう、オーボンじゃないかな、あ、カムラか。加速してる上にさらにカムラでもどうしようもなく素早さ上げるっていうね、急所。まあ、これもどうしようもない。でまあ相手がもう加速し続けてるから当たらんくてどうしようもなくって、で子供はたまらずフェイント持ちの回路を出すわけですよね。で当然初手メガ進化からのフェイントを俺は選択してんけど、相手が、相手何やったかな、
返ってこなかった。普通に多分相手は、うん、なんかやってて、こっちがまあ先頭でフェイントをあれに行くと。で、2番手にギャラが来るので、威嚇でちょっと物理下げられたのはまあうざいなと思いつつも、まあ、あとなんか変えてもどうせ自力になるから、とりあえずまあ一発当てとけっていう感覚で、スカイスキン込みのこの暴れるもっていったんですね。でも威嚇受けてこのダメージやからもうだいぶ火力的には申し分ないと思う。一応陽気最速でも攻撃には補正かかってないから、それを加味してみればやっぱこのダメージは相当なものだと思う。うん。相手が意外と、なんとここまでメガ進化であるということを隠してて、氷の際打ってくる。私は耐えたはず、一発。一発耐えねん、ギリギリ。ほら。かろうじてそのメガ進化した物理耐久を、最大限に使って、なんとか氷の際一発耐えて、リュウマイ後の。飛んで前でガブ降臨と。で、一応メガ進化してるからもうガブは抜けるわけやろ。抜けないんか。で、あえてスカーフやったやん。あれ、なんで、あれ抜けへんなったっけ、これ。あれ抜けへんなった、これ。あれ、ガブの方が早いんやったっけ。じゃあスカーフやんな、確か。回数105やから。確実にガブ抜いてて、やろ、ここでスカーフ確定したと思って、でも、文字、なんか文字をもうひたすら外すのを、待ったんですよ。この文字もまあ耐えると呼んで、こっから結構面白いよ、これ。こっから結構面白いね、これ、この試合。で、加速して俺が速くなるわけよね。で、メガホン。あ、一回回ったやったっけ。そや、なんか一発の、なんか命中率考えたら、ここで回っといた方が、まあ、期待値的には上やなと思って。で、まあ、計画通り相手を外させて、加速さらに発動して、メガホンを選択と。で、相手はもう、もんにしかいことないから。メガホン、つって、俺結構耐えんねんな、これ、ガブはな。で、またもんじゅう打ってきて、これはもう仕方なく当たって、で、次で、決める。最後。メガホーン決まったー、ああ、そういう感じで、まあ終わったわけですよ。これなかなかええ試合やったな、今見返したら。うん。っていう感じでね、まあ没試合の中にも、もちろん、勝率はもう日常的に9割を超えてますんで、ほとんどが勝ち試合なんですけど、まあちょっと没にした試合が何個かあるってことで、YouTube に投稿していこうかなと。はい、思っております。今日は以上。